皆さんこんにちは、コンチェルトモンの島です。はい、テリーサイモンバッドライブの、テリーサイモンです。ということで、はい、このね、アタックオブザダブルアクスマンに向けての、コメント動画的なものを前回やりましたが、うん、今回は、前回もなんか言いましたけれども、うん、ギターを弾いてみよう、はい、持っています。ギターを持っています、はい、小さいマーシャルも鳴っています。鳴ってます、ね、というわけで、まああのこういう形でですね、2人がギターを弾いている姿を見てもらって、うん、4月の、ツアーに向けてこう期待をね、うん、高めていただければなどと思っていたりするわけです、うん、だいぶ思っています。だいぶ、かなり思っています、ね、ケリーも思っていますあの訳してもらいました気持ちをね彼がそう言っています。そんな感じで喋りました、はいまあ、というわけで、少しの間ですけれども、若干、ギターを聴いていただいて楽しんでいただけたらなと思っています、はい、まあお付き合いをよろしくお願いします。というわけでですね、はい、聞いていただいておりますけれども、うん、まああのこのようなことではないんですが、ね、楽しいです、楽しいからこういう感じでやっておりますけれども、うん、このようなことではなくお互いのステージを披露して、はい、後でジャムセッションをするという形で、行われます。どんな曲ですかね。まだないでしょ。まだいやどうなんですかね、まあ、やらないかもしれない。あまりに難しかったらですね、何回も言いますけどもジャムセッションという名の、ケビー・サイモンの、ソロパート、
っていうことになるんですそれはね、まあ、お互いに今はね、もう大丈夫ですもんバトルしますからねそうです、それを見に来てください、はい、そこが、お互いのステージも見てもらい、うん、ジャムセッションしてですねこう熱くバトルするところを見てもらうというのもこの、アタックオブザダブル感じゃったね、はい、アタックオブザダブルアックスマンの凄みでもあると思いますので、はい、今一度ですね、スケジュールを、言わせていただくんですけれども、言ってみますか言ってみましょうか、間違えずにね、はい、言えるかどうかというください。4月の6日、これは倉敷レッドボックス、という箱です、はい、非常に素晴らしい箱ですね、うん、で、翌日7日、これがですね、高知ベイファイブスクエア、はい、ここもですね非常によくてですね、まあ、あの地元というか ね、ご両親の地元南国土佐ですから ね、はい、これがですね楽しみですね、僕の親戚のね、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱい来るかもか、ね、それはもうだからあの、そこそのケリーの親戚の方々にも楽しんでいただくね、いただけると思います。で、その次がですね、8日ですね、8日日本語は難しい、8日、8日、これが博多のドラムさんというところですね、これもね、僕お気に入りの、非常に良い箱ですから、いいす、うん、だから、こういう風にやるの楽しみにしてます。で、一周アイディですね、14日、これは大阪の、安倍野にあります、ロックタウン、ここもいい箱なんです。新しい新しい、うん、本当にね、音のいい箱なので、楽しみもらえると思います。で、翌日の15日が、名古屋の L サイズ、これはもう L ですから、もう非常に熱くやれる、今関係者の小息が漏れましたけど、はい、非常に L ということで楽しんでいただけるといいですね。小息が小息で、ね、小息でネット的なことなんですけど、なかなか昭和のね感じですね僕たち、というわけで、非常に、大阪名古屋もですね、ガシッと受け付けましょう。で、そこから1週間来まして、東京がファイナル4月の21日にこれ渋谷ボックスの方でですね、行われます、はい、まあ、この6公演なんですが、まあ、前のね、コメントだけ取ってもらった時も言いましたけれども、まああのこうやってですね、ケリーともこうやってですね、付き合いがこう深くなりまして、こういう形でギターを日に日に、ね、日に日にね、日に日にますますですよ、うん、ギターを聴いてもらう機会みたいなのを今後もね、作っていきたいと思いますが、まずはこの6公演でですね、皆さんに、すごく、楽しんでもらえるよう、これが成功すればね、そう、次があるという、次が、次、もう次はいいやと思ってる人は、うん、もうそんなこと言わずに、はい、そんなにないですよ、楽しんでいただけたらなと思っております、はい、まあそうですね、どうですか、あのケリーはあのこう見ていただいている方に、ね、日に日に近づいてまいりましてね、ね、もううちのメンバーもね、あの、外国人と若者が、ね、もうバラバラなメンバーなんですけれども、その3人でね、全国を回るという初めての経験ですから、ね、僕も違った意味で不安がいっぱいですけども、はい、でもね、あの2人とコンチェルトムーンスのツアーができるっていう、まあ、日本では、ね、初めての人ばかりなので非常に楽しみにしていますのでね、ぜひ皆さんもお越しくださいね。ね、そういうことです、はい、ぜひ来てほしいと、はい、ケリーが言っています、はい、また通訳してもらったんで、ね、ぜひ来てほしいです。まあ、というわけで僕もあの非常にもう近づいてきて楽しみにしておりますし、僕のバンドは、初代のベーシストであるところの、三谷幸作に、戻ってもらい、ガシガシと、演奏しようと、まあ、珍しい今まで、まあ、コンチェルトを長く見てもらっていただいている人にも非常にめったにやっていないような、何年ぶりなんだろうなと思うような曲とかもセットリストに入っていたり、しますので、まあ、そういう幸作といえばですね、僕が高校生の時のラウトの人の前座を見てくれたあのことがあるんですよ。だから僕はね、三谷幸作君は多分高校生と中学生以来に会うという非常に楽しみにしてるからねって関係ないの、関係ないの、なんでこの画面を通じて三谷幸作君にメッセージを送ったのか、思わず言いたくなってなりました。いや、僕もですね、まあ、三谷幸作と一緒に演奏するというと、まあ、これまた前回のダブルアクスマンの仲間さんのと一緒にやらせていただいた時以来になるんですが、まあ、あの彼も非常にあのすごいやる気でね、うん、あのまあ、他のメンバーもですけどね、はい、あの非常にテンション上げて準備しておりますので、困った時の交差点素晴らしいな、うん、
サポートしてます、見てますよ、ね、多分もう見てると思いますそのね、それも僕も楽しんで、うん、その初期の頃の曲、そうですね、あの昔のものとか、まあその工作がいた頃のものとかで、やってなかったようなものとかもやる予定になっているので、あのぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。まあそういうわけでね、あのまあもう近づいてきたので、まあこういう形で、ギターを激しく弾きまくりにあなたの街にお伺いしますので、はい、ぜひ会場の方にお越しください。よろしくお願いします。まあ、というわけで最後に、まあ、もうちょっと、ギターを弾いて見ていただこうかと思います。せっかくです、ね。せっかくですから。まあというわけで会場でお会いしましょう。はい。はい。